全レース、横山武史の、副賞1点、買ってみた。1点2000円購入。今日の横山武史騎乗予定はワチクラ。ダノンクリスター、シーチ、外に切り替えて10番シゲルヒス背後から詰め寄ってくる。さらには12番のコンシード、やや離れた外から6番ザ・プラウドワーズ、さらに4番ビービーオネストです。先頭3番のダノンクリスター突き放した。リードは2馬身、2番手は11番のシーチ、追ってくる10番シゲルヒス2番手争い。突き放しました。3番ダノンクリスター快勝、ゴリ2着接戦。10番シゲルヒス11番の1馬身ハンドリード、4番エリン・アクトレスが2番手、2馬身後ろ3番手、13番のキクノプレミア、外から12番サパムルカンチャイ、さらに外から6番のセイダーモールです。11番ファブファタル、先頭は一旦は突き放したんですが、4番のエリン・アクトレスがじわっと詰め寄って100を切って並びました。大きく離れて3番手6番セイダーモール、ここで4番エリン・アクトレス先頭に変わったところでゴリ、2着11番ファブファタル、3着6番のセイダーモール。離れたストリーは追い込んでくるのが8番大勢ヤマンセ、先頭2番のロードブレス抜けれました。リード体半分から1番し、2番手は7番パルニアーボ、3番8番の大勢ヤマンセじわっと詰め寄って2番手を伺いますが、前とは差がある。先頭2番ロードブレス体半分ゴリ、7番パルニアーボ2着、8番のには6番レナータに、外から鹿島風鈴、さらにメンショールクール、外からナイトツライト、内からは1番ルーチェソロアレ、200を通過、粘る11番のシュピールカルテ、3馬身のリード、鹿島風鈴が2番手、さらに外からナイトスプライト、間からメンショールクール2番手の争いから、さあナイトスプライト、シュピールカルテ並んで捉えたか、たけし6着、最後9番ナイトスプライト。湘南左流並んで3番手3番の友の小鉄、前2頭の遅い出した、さらに外からはビリバ回り、4番手から3番手に接近、その後ろから復活の申し、内からはシェパーズポーズ2脚を通過、間4番セレブレイトソング、さあ先頭変わって10番の湘南左流、2馬身リードを取る、2番手2番のリフトトゥヘブンに、6番ビリバ回りは3番手湘南左流ゴールイン、たけし2着、10番湘南左流。さあ湘南アリアナを捉える、さらに外13番のタマモメイトを追い込んできた、ポンペイワーム、タマモメイト、この2頭の争いから抜けたのは13番タマモメイトゴールイン、2番手16番のポンペイワーム、3番手は広がる。先頭11番のジョーカナちゃん、その内で食い下がる13番ブラッククローバー、さらにそれを追って7番のカッパズハッチが2番手に並んでくる、11番ジョーカナちゃんゴールイン、2番手13番ブラッククローバー、3番手7番のカッパズハッチ。内から1番のペンシャリサ、さあ先頭粘る2番のミトノブラックの、外から8番ディライトプロミスが捉えた、さらに外から10番のトミケンエンデレア、3番手から2番手上がる8番ディライトプロミスボールイン、たけし2着、2番手10番トミケンエンデレア。穴開けるんがたけしやのに。